はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。今日から葉月たまらんちん会長様、水戸の広安様、ご支援ありがとうございました。何度も教えていただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。パリ五輪大会組織委員会、セーヌ川の水質よしということで、7月31日昨日ですね、トライアスロン競技を強行、カナダのタイラーミスラウチュク選手、競技後に10回応答ひでー。あのですね、水泳部の同級生から聞いた話なんですけど、まあ、クロールでこうやって顔を上げて息するじゃない、ずっとね、水面から口全部出さないんだそうですよ。顔の振りを小さくするためにここまで口半分水面から出して息吸うんだって。どうしても口の中に水入っちゃいますよね。まあクロールなんだか平泳ぎ、で泳ぐんだか知りませんけれども、医師でもあるスペインのミリアム・カシージャス選手、主催者は選手の安全よりセーヌが舞台というイメージを優先した。準備期間が8年もあったのに、私たちはサーカスのピエロと、言っとったそうであります。本当だね、8年やったらだいぶ水質、改善できそうなもんですけどね。なんかフランス、パリは犬の糞、飼い主が片付けていかねえからそこら辺中に撒き散らしてあって、回収者が集めて回ってるそうなんですけど、それ全部セーヌ川に捨ててたみたいですよ。世論です。あんな汚い川で泳いだら最悪死ぬだろ。フランス人のダメなところを寄せ集めたようなひどい大会、5年後生存率とか言い出しそう、ドブ水飲んで嘔吐とか嫌すぎる、SDGs だの言うぐらいなら川ぐらい綺麗にしろや。全くだね。110年前から泳げねえ汚くてって言われてんのに、110年間何もしねえんだもんね。道頓堀の4倍汚いらしいな。内臓の強さも試されるトライアスロンと、主催者の水質よしが嘘だったんだよね。これね、嘘。選手の安全よりイメージ、評判最悪の開会式も、選手村にエアコンやカーテンつけないこともそうなんですけど、他人の目あり、他人の評判よりも、他人の命や安全より自分たちがやりたいことを優先したパリ五輪って感じしますね。つまり応募運営が応募すぎる。左翼の世界共通なんですけど、俺らが言う綺麗事をお前らが達成しろ、俺らは責任取らないっていうのが、まあ、世界共通の左翼なんですけど、そのまんまだな。日本はですね、学生運動とか、浅間山荘事件で、呆れてですね、左翼に対して何言ってんだ、免疫できましたけれども、フランスは免疫ないまま今まで来ちゃって、左翼のたわごとがまかり通っちゃってんですかね。なんかそんな気がすんだよな。アメリカもディズニーとかハリウッドとかひどいらしいもんね、ポリコレね。左翼のたわごとがまかり通っちゃってる。これは日本のように浅間山荘事件とか山岳ベース事件とか、免疫がないから左翼に対して何言ってんだ、ふざけたこと言ってんだねっていう免疫が欧米ないからじゃないかな。まあ異論は認めますけど、男子体操個人総合で初出場の岡慎之助選手20歳が金メダル。この種目ではですね、まあ個人総合って種目は日本選手が4連覇、大会4連覇、4つの五輪で金メダル取ってる。強いな。東京五輪で金だった橋本大輝選手は6位、でした。残念ながら。男子柔道90キロ級で村尾三四郎選手が銀メダル獲得。決勝戦3分半の時点でジョージアのデカウリ選手、すげえ名前ですね、から技ありを奪ったかに見えたが、審判がそれを認めずスルー、会場は大ブーイング。
その後の映像審査でデカウリの足技が認められ、合わせて1本とされ、会場は再び大ブーイング、1本とされちゃったから、まあ、負けってなっちゃったんですね。今回の審判も女性でした。世論です。技あり取ってくれなかったな。ビデオ判定しろよゴミ審判。あれが技ありなら一つ前の村尾も技ありだっただろう。また誤審で負けた。バスケといい柔道といい審判ゴミすぎない？なんなら最初の技ありも一本でよかった。三四郎の時はビデオチェックしなかったのにな。審判うろうろしてるだけでアホみたいに見えるわ。長山も男子バスケも村尾も全部女子審判で誤審食らったら、意地でも日本に勝たせたくなかったんだな。あれが世界最高レベルの試合の審判でいいの？野球のビデオ判定はチームの求めで行われるリクエスト制だが、柔道はですね、ビデオ審査するかしないかは審判が決めんだって。だったらね、審判はですね、誤審をですね、そうだって思い込んでたらビデオ判定されないわけで、全然意味ないわな、これな。本当にバカみたいなルールだな。デカウリ選手の勝ちを審判が宣言した時も会場シーンって静まり返っていた。そう、誰の目にも明らかな誤審だったようですね。バスケや柔道の永山選手も女性審判がやらかしてますけれども、応募運営がなんで女性審判を使うか、言うとですね、誤審だって騒がれたら女性差別っつって封じ込めるためでは、カマラ・ハリスもですね、なんか批判されるとですね、私が女だから黒人だからそんなこと言うんでしょって逃げんだって。これ応募運営その手使うために女性審判にしてんのかなーって。左翼はそのぐらいの卑怯は全然平気ですしね。パリ五輪選手村の食堂、肉が足りない不満続出で方針変更。運営、地球に優しく健康的なメニューを出します。例えばアーティチョークのピュレ添えクロワッサン、ビーガンにこびた意識高い系の食事を目指したんですけれども、英国五輪委員会、肉と卵と炭水化物が足りない。ドイツ選手、肉がすぐなくなる、絶望的に待たされる。イギリス選手、東京五輪は良かった、遠い目運営、動物性タンパク質を増強します。方針変更したそうであります。あまりの批判に世論です。地球に優しく選手に厳しく。なんで選手からの要望をまず尋ねんのだろう。選手のことより主催者のお気持ち優先。アスリートに肉か食わさないとか考えられないよな。開会式といい、エアコンといい、バカ丸出しの見本。お上品なのちびちび食うおフランス料理はアスリート向きではないわな。ここでも選手のことより運営がやりたいこと優先。ビーガンに配慮できる俺らはいい人っていう自己陶酔を優先したのかな。いい人ぶりたくてね。やる前からですね、文句出るような選手からなーって分かんなかったのね。バカ丸出し。それとも文句があるなら各国で自弁しろって腹立ったんですかね。日本男子サッカーチーム、うなぎ弁当を持ち込んで、いいなーっていいなーって羨ましがられてるみたいなんですけども、五輪ってね、国威発揚とか国家の威信をかけて大金かけて運営するんですけど、全然発揚してないですね、フランスね。むしろフランスの評判落としてるよね、これね。今後フランスがですね、先進国ぶってでかい顔したら五輪で肉も出せない国が何言ってんだって言えますね。肉も出さないくせに、エアコンもつけらんないくせにですね。ケチっつね。岸田総理、屋外会見で3面の防弾パネルを使い出しました。見た感じ、後ろと真横からはガラ空きなんですけど、それはいいんすかね。世論です。ついに全身メガネに刑務所の面会室みたい9月で消えるのに狙うやつおらんやろ。安倍総理もトランプも後ろからだったのに、日本も物騒になったな。岸田を狙うやつがいるとは思えんな。隠れ増税しまくってるから狙われるかもしれん。屋外で会見しないという選択肢はないのか。恨まれてるっていう自覚はあるのか。まあこれ警備する SP とか警察側から強く要望されたんでしょうね。見た感じ厚さ2センチ以上ありまして、
こりゃ重そうだなーって、街頭演説の時なんかもこれ使うんだろうか、岸田の演説なんか誰も聞きたいとは思わないんじゃないかな、広島の地元以外な。アパホテルで、戸籍が女性でも身体的特徴が男性の方は女湯に入れませんという対応が素晴らしいと評判になっておりました。世論です。さすがアパ、当たり前すぎる。当たり前だろクラッカー、こんなことで右往左往してるのはおかしい。当店はそういうルールですは許されるべき、現状それがスタンダードでは性差別ではなく性区別、これ中国人韓国人お断り、うちは、こういう店独自のルールは、許されるべきだよな。すで、に厚労省はですね、身体的特徴で判断するって全国の浴場施設に通知出してるし、問題にする方がおかしいんだよな。マスコミは問題にしたくてこういう記事書いてるわけなんですけれども、行政から通知が出てる以上ね、外国のようにですね、差別だって騒がれて訴えられて負ける心配もないですね。内心は女おじさんが全国の公衆浴場で長寮ばっこしたら公衆浴場全部潰れちゃうしね、あと温泉宿も、公衆浴場は生存に不可欠なものじゃなんでもないんだから、心は女おじさんは他人に迷惑かけずにですね、おとなしく家の風呂入ってればよろしいですよね。もしくは体が男なんだから諦めて男風呂入れよ、心が女だったら、男風呂の方が入りたいんじゃないの、目の保養つって、じいさんばっかりいるから嫌だっていうのかな。今日の単身です。見えない脅威、梅毒、20代女性に急増、売春パパ活が原因としか思えないですね。イギリスガーディアン紙、エアコンを自費でつけたフランスチームは快適に眠れている。一方ルーマニアチーム、扇風機しかない暑いってかわいそうだね。フランスの運営がエアコンつけるって決めたのにフランスチームがその方針破ってんのはどうなんだって話なんですけど、暑ければ自費で勝手につけろってどこまでも不親切な応募運営なんでしょうね。今回のフランスのパリ五輪、これ国の評判落としてっからね、評判上げたくて大金かけて五輪やってるのに台無しにしてっからね。やっぱ欧米は日本みたいに左翼に免疫なくてね、言いなりになってひどいことになってんのかなって、思います。まあ異論は認めますけれどもね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。